オルフェスから3日も経つというのにあの日の衝撃が未だに頭から離れない国内有数の音楽フェスオールミュージックフェス私たちはできる限りの準備をして臨んだつもりだったそれでも演奏技術やオーディエンスを盛り上げる熱気あのステージに立つという覚悟すらも全てが届かなかった思い返すだけで 胸が震えるこの震えは武者震いそれともメッセージリサからねみんなに会うのはあの日以来ね以上が。 今月のスケジュールになります。何か気になるとこがある方はいますかい,いえ、問題ないわ。それと、これは皆さんにとって複雑な話題かもしれませんが。聞かせてもらえるかしら。オルフェスに出場したことで、ロゼリアに注目が集まっています。<laughs> 注目、ですかそれは、 どういったロゼリアのオルフェス出場が業界的に評価されているということです。え <laughs> 今、各方面から皆さんにインタビューや対談の依頼がいくつも来ています。事務所としては、この機会を逃すべきではないと考えています。スケジュールは調整中ですが、来月以降、今まで以上に忙しくなると思います。 そ、それは、ありがたいことだと思いますが。どうしてですかえ <laughs> だって、オルフェスの出演者はアコたちより上手い人たちばかりで、アコたち全然届かなかったのに。皆さんが納得のできる演奏をできなかったことは知っています。ですが、これだけ評価していただけたということは素晴らしいことです。<laughs> はるみさんの言う通りだよ。みんなで暗い顔してちゃ、きっと失礼だと思う。だから、えっと。今井さん。す、すみません。無理に元気を出してほしいわけでは。ただ、あまり抱えすぎないでほしいなと。ありがとう、はるみさん。他には何かあるかしらそうですね。 セカンドアルバムの件についてですが、オルフェスの出場を優先していましたが、セカンドアルバムの準備もそろそろ本格的に進めなければいけません。ええ、その通りね。以前話した通り、今回はリサと作詞を分担するつもりよ。わ <laughs> かりました。皆さん、この後はバンド練習でしたよね。では、また後で今の状況を聞かせてください。 ええ、分かったわ。ああすみません、アコ、余計なこと言っちゃって。宇田川さんの気持ちはわかります。私も、複雑な思いでしたから。自分たちの納得できていない演奏が評価されるというのは、こんなにも歯がゆいものなのですね。 そうね。それでも、今は受け入れるしかないわ。はい。はリサ、作詞のことだけれど。あ、うん。何これから歌詞が完成するまで、すり合わせの時間を増やしていく。リサも、それで構わないかしら。あえっと。リサ そのことなんだけどさ、作詞の話、なかったことにしてもいいかな。あり、理想ね簡単に気持ちを切り替えられないことはもちろんわかりますが。勝手なこと言ってごめん。でも、 ここ何日かすごく考えて、今は私が作詞をしない方が、きっといいアルバムになると思う。だから。今井さん、そんなことは。リス、なぜそう思うのさっき、はるみさんも言ってたでしょオルフェスの反響でロゼリアが注目されてるって。 だとしたら、やっぱり、ロゼリアとして胸を張れる楽曲じゃないと。その歌詞は、今の私には書けないと思う。でもリサね、あんなに楽しみにしてたのに。ごめん。リサ。何なぜ今の自分にはできないと思っているのそれは、 <laughs> 一旦スタジオに行きませんか予約時間も迫っていますし。そ、そうですねリサレイ行こうう、うん。リサ。 何度合わせても、どこか噛み合ってこない。このまま闇雲に練習しても、きっと意味はないわね。一度、休憩にしましょう。あのー、休憩前にもう一度だけ合わせませんか自分の演奏に納得がいかなくて。アコモ、もう一回やりたいですやめておきましょう。今の状態で、練習を続けることが正しいとは思えないわ。 わ、私も、一度休憩した方がいいと思います。今の私たちの音、あまりにもバラバラで。ですがあなたも気づいているはずよ。少なくとも普段のさよなら、私と同じことを言うわ。<laughs> 私たちはまだ、あのステージでの痛みから抜け出せていない。あの日、 私たちのプライドは完膚なきまでに打ち砕かれた。目指していた高みは遥か彼方にあると知った。さよ、そしてアコも、二人ともどうせあの日からずっと練習していたのでしょう。さよのギターからはいつものような冷静さが、アコのドラムからは勢いが感じられないもの。すみません。そしてリサは 確かに最近、ちょっとやりすぎだったかもしれないです。でもアコ、ずっと悔しくて、夜寝る時思い出しちゃうんです。もっと、もっとアコたちにできることがあったんじゃないかって。ええ。私も大学で講義を受けていても、こんなことをしている場合ではないという思いにとらわれて。焦る気持ちは痛いほどわかるわ。けれど、 全員の気持ちがバラバラなまま前には進めないそうでしょ <laughs> リサどうしたの急に立ち上がってあごめんちょっと疲れちゃった飲み物を買ってくるね <laughs> リサね待って宇田川さんそっとしておきましょう え、でも。きっと一人になりたいんだと思います。今日の今井さんの音は、聞いているこっちまで辛くなるような音でしたから。ええ、そうね。歌詞も書けないって言ってましたもんね。リサね、オルフェスのことがそんなにショックだったんだ。<laughs> きっと、今井さんは、 責任を感じていいるんだと思いますリンコ、何か知っているの実はなるほど自分がオルフェスへの参加を後押ししてしまったとそう考えているのねそんなリサ姉のせいじゃないのにええ確かに 今井さんが積極的だったとはいえ、全員で決めたことですし。はい。今井さんが言わなくても、私たちはきっとオルフェスに出場していたと思います。それでも、きっと今井さんの中では、まだ割り切れない部分があるんだと思います。凛子、話してくれてありがとう。私からリサと少し話をしてみるわ。 休憩と言ったけれど、今日の練習はここまでにしましょう。私たちには、傷を癒す時間が必要だから。<laughs> ねえ、リサ。んその、今日のことだけれど。ああ、ごめんね。 私のせいで練習早めに切り上げることになっちゃってそれは構わないわ全員まだ時間が必要だったそれだけのことだものそうではなくて作詞のことよ <laughs> もしオルフェス出場を押したことを気に病んでいるのならそれはリサのせいではないわ私たち全員で決めたことよだから リサが自分を責める必要はないわそっか、凛子から聞いたんだ。ありがとう。でも、落ち込んだのは、作詞のこと自体したのは、それだけが原因じゃないんだ。えオルフェスで私たちのステージが終わった後、ユキナたちはすぐに他のバンドのステージを見に行ったでしょ 前に進むために、行けば辛い気持ちになることは分かってたはずなのに、あの日のユキナの背中、私はすごく遠くに感じたんだ。あ、そんなこと。あるよ、そんなこと。あの時私、ユキナのことすぐ追いかけられなかった。凛子がユキナの隣まで連れて行ってくれたけど、 私はステージ見れなかった。音だってほとんど聞いてなかった。考えてたのはただ早くここから立ち去りたい。音楽を聴きたくないって、それだけ。リサ<想>。そんなことを考えてる自分が恥ずかしくてさ。ユキナたちは前を向こうとしてるのに。だから、そんな私に、 ロゼリアの曲を書く資格なんてないんだよあの日のことをそんな風に考えていたのね <laughs> <laughs> 急にこんなことを言われても困っちゃうよね <laughs> <laughs> あのさやっぱり作詞のこともう一回 考えてみるよ。えゆきなが困るなんて最初から分かってたはずなのに、あんなことを言っちゃって、本当ごめん。こんなの私の気持ち一つなんだし、焦って話さなくてもよかったよね。本ん失敗しちゃった。リソ<想>えっと、もうちょっとだけ時間もらえるちゃんと考えて改めて答えを出すからさ。 それは構わないけれど。いつまでも暗い顔してちゃダメだよね。気持ち切り替えていけるように頑張るよ。頑張るから。リサ、私が言いたいのはあ、もう家に着いちゃった。あっという間。それじゃあユキナ、またね。ええ、また。 みんな、おはよう。今井さんお、おはようにされ、リサネこの前の練習はごめんね。今日からちゃんといつも通り頑張るから。この前のことは別にいいのですが、その、大丈夫ですかうん、もう大丈夫って言っても心配だよね。でもほんと、ある程度は切り替えたから。 それじゃあ、そろそろ練習始めよっか。ね、ゆきな。ええ、そうね。明らかに無理をしているけれど、リサはちゃんと前を向こうとしている。リサ、あなたは自分が思っているよりずっと強いわ。だからきっと、立ち上がれるはず。でも、何かが引っかかる。いえ、もやもやしている。 リサがこのまま時間をかけて立ち上がってロゼリアはまた高みを目指すそれで問題ないはずなのに私は何がこんなに気になっているのかしらああユキナさんリンコ今日の講義はもう終わったの はい。ゆきなさんもですかええ。この後は家に帰って作詞を進めるつもりよ。近いうちに、いいくらさんとも打ち合わせがあるから。そうでしたね。あの、気のせいだったら忘れてもらっていいんですが。お何か悩み事ですかそんな顔をしていたので。リサもよく気がつくけれど。 凛子にもかなわないわね。私でよければ、話くらいは聞きますよ。ありがとう。それじゃ、甘えさせてもらおうかしら。なるほど。今井さんの様子が気にかかっているんですね。凛子から見て、今のリサはどう見えているのかしら。そうですね。 少しずつ立ち直ろうとしている。そんな風には見えますが、今井さんのことなので、きっと私たちを気遣って頑張っている部分も多いとは思います。そうね。<笑><笑>あの。んどうしたのい、い,いえ、何か考えていたようなので、 私とは感じていたことが違ったのかなと。そんなことはないわ。私も同じように感じていた。けれど。<laughs> 何か、いても立ってもいられないような気がして。そう、なんですね。ごめんなさい。せっかく気を使ってくれたのに、取り留めのない話になってしまったわね。 いえ、こちらこそお力になれず。でも、少し珍しいなと思いました。珍しい普段、ゆきなさんからの相談は、ロゼリアンのことや楽曲のことが多かったので、ゆきなさんが気持ちの面で悩んでいることを、こうして聞くのは珍しい気がして。そうだったかしらもしかすると、 普段は今井さんに相談されているのかもしれませんね。幼馴染だからこそ分かり合える話もあると思いますし。そうかもしれないわね。ありがとう、リンコ。今の言葉で少し考えが整理できた気がするわ。そう、なんですか多分、ね。 い,ませんいつもは綺麗で鋭い言葉で作詞をしているユキナさんも今井さんのこととなるとこうして手探りで言葉を探すんだなと思ってそうね昔から不器用で困ってしまうわそういえばオルフェスの時凛子はずっとリサのそばにいてくれたのよねははいありがとう凛子 リサのそばにいてくれて作詞についての進捗は以上ですええ今日は元から私だけの予定でしたので。 それにトラブルと言っていいのかはわからないけれど一応伝えておいた方がいいことがそれに結果的に飯倉さんが懸念していた通り 私たちにはあのステージはまだ早すぎた今ではそう思っています何かいつまでも子供扱いされては困るわ。 そんなつもりで言ったわけではええさっき話した通りとりわけリサがショックを受けていてとはいえ待っていれば今回歌詞を書くにせよ書かないにせよリサはアルバムのレコーディングまでには復調するわそれは保証しますただ本当にそれでいいのかと どういうことですか <laughs> <ス><ス> それをあなたが言うのは…?嫌な人ね。ありがとうございます。次もまた、よろしくお願いします。<laughs> <ス>いつもならベースの練習してる時間なんだけどな。作詞のこともいい加減結論出さなきゃ。と言っても、答えはもう決まってるけど。はぁ、嫌<ス>だなぁ。もう逃げたくないのに。んユキの頃<ス> もしもしリサ、話したいことがあるの。えあの公園で待っているわ。リサが来るまで、ずっと。ずっとって。ゆ、ユキナちょっと。ユキナ。よかった。来てくれたのね。 来るまで待ってるって言われたら、そりゃね。ユキなのら本当にやりかねないし。もしかして、何か大切なことええ。少し、伝えたいことがあって。うん。それで、伝えたいことって <laughs> 最近、気にかかっていることがあるの。んこの前、リサが悩みを話してくれた日、あの日からずっと、胸の奥がもやもやするような感覚があるの。きっと、心配なのだと思う。リサのことが。<laughs> リサが強いことはわかっているし、信頼もしてる。 一人でも、ちゃんと立ち上がれる人間だとも思っているわ。それでも、なぜだか、放ってはおけなくて。何それ。けれど、このままでは居たくない。いてはいけない気がして。だから、リサを呼んだの。リサが今、何を思っているのか、それを聞けばわかるんじゃないかと思って。<laughs> だから、聞かせてくれないかしら。リサ、あなたの言葉で。もう、ユキナはいつも急だな。こういうのって、何から話せばいいのかな。<laughs> 作詞をやらせてほしいって言った時はさ、ちゃんと、本気でできると思ってた。けど、すぐにあのオルフェスがあって、私って、 まだまだなんだなって思い知らされた。成長した気になってたんだよ。プロとして活動してきて、少しはやれてるのかもって。でも、全然足りてなかった。プロとしての覚悟も、技術も、何もかも。それは、私たちみんながそうだったはずよ。わかってる。けど、 みんなはあたしと違ってた。辛くてもすぐに前を向いて、歩き出そうとしてた。<laughs> 気づいてたあたし、オルフェスが終わってから、一度もベースを触ってなかったんだ。あの日の練習で久しぶりに弾いたの。<laughs> みんなは違ったよね。アコもサヨも、きっとリンコも。 みんな、傷ついても、もう歩き出してた。けど、私だけ、あの日からずっと立ち止まってる。ゆきな、前に言ってくれたよね。私の隣でベースを弾いていてって。でも、今の私には、ゆきなの隣に立つ資格がないんじゃないかって。<laughs> ロゼリアとしてだって、このままじゃ胸を張れない。そんなことを、考えていたのね。作詞の話をなしにしてほしいって言ったのは、それが理由。そんな私がロゼリアの曲を書くなんて、やっぱりダメだと思うから。<laughs> このままじゃいけないってのはわかってるんだ。でもね、 どうしたらまた前に進めるのかユキナの隣に立てるのか今はそれさえ分からなくなってる <laughs> ねえリサんあの場所あ今年も咲いてるねシラツメクサ小さい頃 二人で一緒に花冠を作ったよね。リサ、久しぶりに作らないえ違う違う。そうじゃないよ、ユキナ。そこの輪っかに茎を通して。難しいわね。<laughs> 小さい頃も、こうやってユキナに作り方を教えたよね。<laughs> そうだったわね。 何度も失敗して私が諦めそうになっても、あなたがこうして教えてくれた。そうだっけそうよ。いつだってリサは根気強くそばにいてくれて、私が迷っていると見つけて手を引いてくれた。そう。いつだってあなたは私を。ようやくわかったわ。今度は、 私が手を引く番なのね。え <laughs> リサ、あなたは私の隣に立つ資格がないと言っていたけれど、そんなことないわ。今までずっとあなたは私の隣にいて私を支えてくれていた。だからもし今リサが道に迷って歩き出せずにいるのなら、私があなたの手を取るわ。どちらかが道に迷っている時に、 手を差し伸べて導くそうやって。私はこの先もあなたと歩んで行きたい。あなたがずっとそうしてくれていたように。ゆきな。私のパパはバンドをやってるのよ。バンド何？それりさもやりたい。じゃあ今度3人でセッションしましょう。みんなで演奏するのよ。 セッション楽しいねユキナちゃんのパパ楽器も歌も上手リサ音楽はまだ好きうん好きだよあの時演奏を聴きたくないって思ったのもベースに触りたくないって思ったのも本当だけどそれでも やっぱり音楽は好き。それは、初めてセッションをした時から変わらない。そう。約束の景色を胸に。ゆきな私は、きっと、あなたの書く歌詞が好きなのね。だからこそ、あなたを気にかけずにはいられなかった。あなたの書詞を歌うことを諦めたくなかった。 ロゼリアの皆とユキナとしてじゃなく、あの日、一緒にセッションをしていたミナとユキナとして。<laughs> もう、何それ。リサ、この先も、私の隣にいて、私に、あなたの隠しを歌わせてほしい。<laughs> そんなの、ずるいよ。 そんなこと言われたら、断れないじゃん。あ、ごめんなさい、泣かせるつもりじゃ。これは嬉しくて泣いてるの。そう、だったのね。もう、ほんと、何もわかってないんだから。ええ、そうね。 みんな、おはようおはようおはようってなんか2人ともすっごいクマ <laughs> 実は昨日2人で徹夜しちゃってさけれどおかげで完成したわリサの歌詞を載せた新曲がえ今井さんが作詞を けど、リサね、もう作詞のことはなしにしたいって。みんな、ごめんね。振り回しちゃって。でも、また思えたんだ。ユキナにあたしの詩を歌ってほしいって。今度はもう逃げないから。あたしのやるべきことから、プロとして、ロゼリアとして。そんな、謝る必要なんてありません。 ええ、今井さんには、いつも支えてもらっていますから。これでロゼリア、完全復活だねみんな、<laughs> ありがとう。今井さんの笑顔、なんだか久しぶりに見た気がします。ええ、本当に。い <laughs> やっぱりリサねえをこうでなくっちゃふ <laughs> 超いい歌詞ができたから、期待していいよ。 ーい早く聴きたい聴きたいその前にいいかしらこの曲に込めたい,いえ次のアルバムに込める思いを伝えておきたくて <laughs> <laughs> アルバムのコンセプトに挑戦というニュアンスは入ってきそうですねプロになってから色々なことがあったわ。 デビューライブに全国ツアー、タイアップ、イークラさんとのこと、それにオルフェス。思い通りにいかないことが何度もあった。悩み、苦しみ、傷つくことも。けれど、今はこうして全員が顔を上げ、また歩き出そうとしている。そのことを、何よりも嬉しく思っているわ。ゆきな、 この先もきっと簡単な道じゃない。もしかすると今まで以上に傷つき苦しむこともあるかもしれない。けれど、そんな険しい道でもあなたたちと歩んでいきたい。挑戦者として。はいだからこそ改めて言わせてちょうだい。この先もロゼリアに全てをかける覚悟はある。 ブシロードゲームズ」